幼鳥隣か。いいけど桐生さんは控えめにしてよ。わかった。気使わせちまってすまないな。本当だよ。俺こんなこと言うからじゃないんだよ。そういえばこの間の話に新しい動きがあったんだよね。この間の話？ブロガーの話。うちの店をこき下ろしたやつね。ハンピン・リューマンの若い連中がさ、そいつの身元をついに割っちゃったんだよ。おい、それはまずいんじゃねえのか。命までは取らねえだろうが。だからもちろん手を出さないように念押ししたよ。その場で連中も分かりましたとは言った。でもなんだ。俺の親衛隊を自負してる子たちだからね。俺のメンツを俺以上に気にする奴らがこのままおとなしくしてるとは思えなくて。ならどうするんだ。だから俺はこうも言ったんだ。もしもこの先例のブロガーの身に何かあったら、その瞬間俺は自分の店を畳むって。何？無関係の事故だろうが何だろうが例外はなし。ブロガー君の安全が破られたら、俺はその時点で無条件に店を辞めてこの町も出るって。いいのか？お前にとって大事な店だったはずだろう。そりゃね、腕磨くのだって楽じゃなかったし、こんなことで店を畳むなんて馬鹿げてるし納得はいかない。それでも他に手はないってことか。あとはブロガー君が安全に暮らすことを祈るよ。もし彼が単に事故ったりしただけでも俺は店じまいだ。これで若い衆は一応収まりそうだな。ただブロガーは今でもほとんど毎日俺の店の悪口を書き続けてる。もういい加減勘弁してほしいよ。そういやブロガーってのは結局どういうやつだったんだ。ごく普通の一般サラリーマン。案の定店で揉めた男だった。ただ最近自分が嗅ぎ回られてることに気づいたみたいで、今はどっかに雲隠れしてる。ほう、案外鼻が利くんだな。そいつの一人暮らしの家は留守のままだし、会社も休んでるんだってさ。住んでたのはこの辺なのか。そうだね、住所は中華街の近く。その辺の店のことなんかもブログに書いてたよ。そっちの記事はちゃんと的確な食レポしてたのにね。味の分析はなかなか年季が入ってたよ。それはまあいいとして、ネットでお前の店をこき下ろすのは早いとこやめさせた方がいい。そいつの身のためにもな。そうなんだよね。本人がどのくらい危機感持ってるかわからないけど。ブロガーに警告してやったらどうだ。直接じゃなくてもブログにコメントくらい書けるだろう。それだと逆に脅してるみたいだし、火に油じゃない？ふん、言われてみりゃそうだな。しかしネットのこととはいえ、ブロガーもハンピン・リューマン全体に喧嘩売るつもりはなかったはずだ。まさかこき下ろした店のオーナーが元総帥なんてよ。運が悪かったのは確かだね。けどもっと悪いのはあいつのマナーだったよ。人ん家を無断で撮影して一言注意されただけで逆ギレだもん。それで一方的にネット越しに喧嘩売ってきたんだから、少しは懲りてほしいよね。だがお前が店を続けるにはそいつに穏やかに過ごしてもらわなきゃならねえ。じゃあ乾杯するか。ブロガーが平穏に過ごせるように。そうだね、仕方ない。
こんなに気が進まない乾杯もなかなかないね。まったくだ。占いの店があるな。こういうところにもいるのかね。そんな各駅に一人みたいな感じ。私たちが知らないだけで、なんちゃん何か占ってほしい悩みか。どこからでも切れますって書いてる袋が、これが地味にストレスでな。それ占い師。まあ気持ちはわかる。私も無理に開けようとして中のタレが。それ大変だったの。あれにはコツが。爪を使って一点に力を入れるんだ。おいおい、マジかよ。これで解決したら蝶のこと偉人蝶の。それはやめて。占い。
いや綺麗なお姉ちゃんたちも来てるじゃねえか。ああこりゃもうたまんなくなっちまうな。連中、そのお姉ちゃんの一人がコミジルの女王ってこと知らねえんだろうな。無知ってのは怖いもんだよ。キリュウさん、沢城が見当たらないようだ。倉庫の中ってことなんじゃない。俺たちは沢城が出てくるまで前に進み続けるだけだ。邪魔する奴には消えてってもらう。もう、おい、なんだお前ら、ずいぶん涼しい顔しやがって。なめてんのかこら、マジでぶっ殺されてえのか。来る気があんならさっさとかかってこい。お前らとは口を聞くだけ時間の無駄なんでな。なんだとこら。てめえみたいにイラつくんだよ。かかってきやがる。行くぜ。かかってこいよ。悪く思うな。私の番だ。さあ痛めつけてやんよ。止める。ここは任せて。容赦しない。嘘だろ、嘘だろ。私の分。どこ見てんの。おいおら、こっち見ろよ。どうした。まったかいや。楽しませてくれよ。どうした。やるか。おいおら、脇が甘いな。ご褒美ね。処置に必要だ。行くぜ。まだまだ強くなれそうだ。お前らはやり直すためにここへ来たんじゃなかったのか。それともハワイへ行くから日本でのことは全部チャラか。組の命令で振るった暴力は脳幹か。そんな覚悟でいりゃどこに行ったって裏社会から抜けられやしねえ。本気で人生立て直したいと思ってんなら少しはてめえの頭で考えろ。私はあの人ほど優しくはない。
立てついてきた奴にはきっちりけじめをつけさせる。それがコミジュルの流儀だ。うわ痛そう。たまに本性が前面に出てくるんだよね、ソンヒって。表の連中は全滅ですか？ああ。奴らしばらく使い物になんねえはずだ。少しは休みをくれてやるんだな。心配は無用です。代わりの人間は吐いて捨てるほどいますんで。大概算で行き場をなくした極道崩れがね。連中を食い物にするためにお前らは第二次大解散なんてお題目を唱えてんのか。あいつらにとっちゃやっと差し込んできた希望の光だったはずだ。ふん、そうですね。そういやこんなことを言ってる奴がいましたよ。仇の世界は全く自由がなく、まるで無所のようだったと。元ヤクザがいつ何をしでかすか常に監視されてるようなもんだったんでしょう。ですが面白いのはこっからです。ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、管理者は1人以下で済むんですよ。それができるのも倉庫の構造にありましてね。この監視塔を見てください。中に管理者がいるかさえ外からは見えません。管理される側はいつ見られているかわからないので作業の手を抜けなくなるわけです。パノプティクンという構造ですが、これが何のために考案されたかわかりますか？無所の監視だ。ご名答です。無所のような社会から逃れてきたはずの元ヤクザたちは結局少しだけマシな牢獄に来るだけのことだった。お前らは何のために連中を集めてる？なんでハワイへ送り込む必要がある？救ってやるためにですよ。海老名がそう言ってんのか？もしそんな上っ面の話しかされてねえんなら、お前もいずれ使い捨てられる運命だ。口には気をつけた方がいいですよ。彼らは清流会の中でも武闘派です。海老名さんへの忠誠心も厚い。命令を受ければ殺しも厭わない。命令がなくても組の敵は躊躇なく殺す覚悟がある。今時の極道にしちゃ珍しいな。だが口で言うだけなら何とでも言える。そんな奴ら腐るほど見てきた。来い、本物の武闘派ってのがどんなもんか俺の拳で味わわせてやる。精のステッキか。珍しい獲物を使いやがる。扱う武器が一つとは限らねえ。気を引き締めていかねえと。叩き潰す。やる。かかってきなよ。さあね。なんだ。さっさと来い。ほら来い。ガキが甘いな。やっほ。てくれろ。
ここは任せて。やるのか。容赦しない。それ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 。かますぜ。私の番。相手してやる。仕留める。しつけの時間。死ねるな。結構調子いいかも。見せてあげる。くれ。容赦しないぞ。さて、さっさと来い。ヒッサー、ハッピーバースデー。行くぜ。さすが伊達じゃねえな。いい加減終わりにしましょうか。あらら、何も持たないでどうするんだろうね。何か嫌な気配がする。ここは任せて。来ないのか。どうした。容赦しない。かますぜ。金からしてんじゃねえよ。見さらせ。ハッピーバースデー。最高だ。あー、絶好調。格が上がったね。あの沢城ぶっ倒してやった。さすが桐生さん。俺をここから連れ出してください。奴らの前じゃ何も話せねえ。うわっ、よせ。俺をどうする気だ。監視の目から逃れたい。このまま海に放り込んでください。そこまでやる必要があるのか。アドレ1の家に俺もすぐ向かいます。え、あれ、キリュウさん、シュート？何もそこまで。もうここに用はねえ。次は海老名だ。やっぱ面白えわあの人。いや、まさか。いつもスカしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと衝撃的だよね。なるほど。それじゃあ海に落としたのも沢城と示し合わせてたわけですか。ああ、この後春日の部屋で待ち合わせてる。桐生さんは沢城を信用することにしたんですね。信用できるか見極めるために話すんだ。何にしてもあいつはお忍びで来るわけだからな。
それなりに変装してくると思うぜ。ちょっと楽しみかも。調子いい？みたい。お、かわいい犬だね。俺大きい犬を飼うのが夢だ。俺も犬の世話はしたことあるが、雨だろうが嵐だろうが関係なく。そういうのを含めてお世話よね。そういえば先日ペットショップであまりの愛らしさに連れ、大きなハムス、ああ、なんだ、チンピラ。そんなもの買わん。チンチラじゃない？そうだ、チンチラだ。あのつぶらな瞳。私はモルモットとかいいな。うん、いや、俺はホーム、動物を見るとね、だから飼いたいと。ああ、そう。じゃあ俺が犬飼ったらな。やめなさいよ。俺は勝つ。顔はめパネルか。子供の頃旅行行った時とか。俺らもパネルで撮ってみる？やらねえよ。だいたいな。それによ、これ片方こ。俺は小顔だから。言ってろ。でもよ。それは困るね。もっと他に困りぽ。いつ見てもこのハンバーガーでかいよな。まあ恐竜と渡り合えるくらいだし。実際このハンバーガーくらいある巨大カボチャなら。あれ。食べられるらしい。もともと牛とか、確かに。いや、こいつ肉食なんじゃない。おお。だが待て、雑食なんじゃないか。君らは一体何の。いらっしゃいませ。いただきます。ファストフードはすぐにうまいハンバーガーにありつけていいよな。まあ心と胃袋に余裕があるときは。待ち時間といえば少し。ソンヒ、ファミレス行くんだ。私だってファミレスくらい行く。そっか、そうだよね。それでメニューの隣に間違い探しの本があってな。これがまた死ぬほど難しくてな。しかし手に取った以上やり遂げねばと思い。なんて迷惑な客なんだ。多少暑くなってしまったが、待ち時間を楽しくする工夫を感じる。ありかもしれないが、ソンヒみたいな客しかいなかった。そんなお客さんそうそういないから大。ごちそうさま。ありがとうございます。
沢城、あんたその格好。いらねえことは何も言うな。こっちもそう時間があるわけじゃねえ。分かってる。だがまずはお前の立ち位置をはっきりさせてくれ。お前にとって海老名は何なんだ。極道の第二次大解散を持ちかけてきた荒川真澄の意思を継ぐ男です。我々もそう見ていた。だが実際のところについてはあんたももう気づいてるはずだ。ああ、やつが歌う第二次大解散は清流会に人を集めるためのデマがさ。だが俺がそれに気づいたのは一をハワイに送り出した後だった。そんな偶然ある？俺も同意見だ。だがこいつならもう少しマシな嘘を用意しておくだろうな。確かに日頃の行いの悪さが幸いする珍しいケースだね。春日がハワイへ送り込まれたのは茜さんをおびき出す餌にするためだった。海老名はそれをブライスのためにやっていた。そうだな。お察しの通りです。だったらなんであんたは海老名とつるみ続けてんだ。知ってんのか、あいつらのせいで茜さんはずっとハワイを逃げ回ってたんだ。荒川真澄の愛した人なんだろ。ああ、だが今のハワイには一がいる。あいつがいれば茜さんは大丈夫だ。ずいぶん高く買っているんだね、春日君のこと。かもな。だから俺はこっちで俺にしかできないことをやる。それって何のこと？海老名が人寄せの出しにした第二次大解散をそっくりいただいて俺が実現させるんだ。え？ただしそのためには海老名の本当の目的を知る必要がある。本当の目的？やつがパレガナと組んでるゴミの保管ビジネスってのはどうやらその先に原発が絡んでいます。原発から出る核のゴミってやつが。何？原発って原子力発電？ああ、核兵器に転用できる使用済み燃料棒はゴミっつっても管理は厳重だ。万が一にも流出しないように世界中が目を光らせてる。一方、放射能で汚染された土壌に水、コンクリート、使い捨てられた防護服、そっちは低レベル放射性廃棄物と言われるものの出る量は無尽蔵だ。その何百年と放射能を撒き散らす厄介なゴミを特に廃炉中の原発を抱えた日本は大量に吐き出し続けている。そんなのが最終的な捨て場所もなく一時的に貯蔵っつって棚上げにされてるわけだ。そういえば時々ニュースなんかで聞くよね。原発のゴミ処理場を作ろうにも地元の人たちに反対されてどこにも作れないって。だからパレガナはそこに目をつけた。もう20年以上前から数カ国の核のゴミを自分たちの島で引き受けてる。島の名前はネレ島のことか。パレガナの信者にとっては選ばれた者だけが立ち入ることを許される楽園。ええ、その島です。教団の聖地を核のゴミ置き場にしてるってのがあのブライスって男は。
もちろん高い処理費用を取ってるし、エビナもその分け前に預かるんでしょう。ただそこにハワイへ送り出す元棒たちがどう絡むのかはまだ分かっていません。ゴミ運搬の人足として使われるとしか。じゃあ結局エビナの狙いは金ってことかよ。ただこいっちゃなんだけど、どうなんすかね。日本の核のゴミをパレカナが処理してくれるってんなら、それは大変結構な話じゃねえかって思っちまうんですが。原発のゴミは自分の国で処理するって原則あったはずだ。エビナたちはその法を破る気でいるのか。いえ、法を緩めるように根回しをするつもりです。政治家に官僚、財界は実際のところ日本中で止まっている原発を再稼働させたいし、なんだったら新しく建設して経済のカンフル剤にしたいと思ってる。その第一歩として核のゴミを処分できる仕組みは歓迎されるでしょう。例えばある日テレビで、実験的に海外での処理を検討する時期に来ているなんてコメントが聞こえるようになったら、世論への根回しが始まったってことです。そして法規制の緩和につながっていく。なるほど。結果的にエビナとパレカナは合法のビジネスができるわけか。極道と怪しげな教団でなければ鵜呑みにできたのにな。偏見だったら申し訳ないが、何か裏があるようにしか見えん。そういうことだ。つまりお前はその裏ってのを探るためにエビナについていると。ええ。その割にもっともらしく桐生さんの素性をバラしてなかったっけ。タタラチャンネルです。あれは渡された台本通りにやっただけだ。ええ、そうかい。極道の第二次大解散は確かに海老名の言い出した方便かもしれません。ですが荒川真澄が生きていれば望んだはずの計画でもある。海老名の狙いが本当はよそにあるってんなら、そこにつけ入って俺が全部もらい受けます。なるほどな。その時には堂島の竜って看板を当てにできると踏んでますよ。だから俺もあなたには腹割ってみせることにしたんです。俺たちで果たした東条会と近江連合の大解散はもう元の黙阿弥になっていたのか。極道たちが腹を決めて捨て身で開いた道だったはずだ。それがたったの4年かそこらで。桐生さん、見込みが甘かったってことなのかな。日本っていう国は実は想像を超えて過去の過ちに寛容じゃなかった。だから元極道たちは立ち直る間もなく海老名に取り込まれるしかなかったんだ。いや、こんな状況になるのは何かがおかしい。俺が聞いていたあいつらの計画にはもっと勝算があった。あいつらっていうと？大解散の仕掛け人たちだ。東条会六代目堂島大吾、そして真島五郎、西島大我だ。あなた方は正しい判断をしています。なぜなら横島な心、魂、毒、
それらすべてをパレカナの火は浄化できます。人の罪であれ核のゴミであれ、これからは皆さんも私のファミリーです。近い将来、あなた方の国、日本の政治家たちは新たなエネルギー政策に取り組めます。震災後止まっている原発は再稼働し、その関連産業すべてが潤うでしょう。つまりここにお集まりの皆さんはとても儲かる、途方もないほどに。恐縮です、教祖様。核のゴミをお引き受けいただくことを日本人を代表して感謝します。大臣には昨日また原発再稼働への道筋を説明してやりました。ありがとう。あなたは日本経済にとって闇へ差し込んできた一筋の光、まさに救いの神です。大っぴらにはできないでしょうが、海老名さんにも敬意を。我々とあなた方の架け橋となってくれました。それはもちろん、ありがとう海老名さん。恐れ入ります会長。いずれはうちも表へ出られるよう組織を改革中です。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。失礼、皆さん時間のようだ。大切な儀式がありましてね。それでは。Overseer. What is it? We've secured the girl. She's coming in on the next boat. And am I supposed to be impressed by this? Huh? Had you settled this sooner, I wouldn't have relied on Evina's help. If there ever comes a day where he uses this against us,It will be your last, Dwight. There won't. I swear. You have all been chosen. Father Bryce has granted you the rite of fire. Now, forsake yourself to the flames and save these lowly sinners. Keep going! Their impurities have not been fully purged. They are to be unspoiled, nothing less.You have made me very proud, my children of Palikana. Even if the world were to collapse into darkness, I'm confident your flames would light the way. まだいたのか。てめえが起きてたって何にもなりゃしねえぞ。何すまねえ、アカネさん。俺のせいで。
気くせえったらねえな。おい、このまましょぼくれて全部手遅れになろうが、そりゃ俺の知ったこっちゃねえがな。桐生一馬の期待をこれ以上裏切るんじゃねえよ。託されたんだろうが、お前は。俺どうすんだ。病すまねえ、目覚めた。ならちゃっちゃと動け、ことは待っちゃくれねえぞ。ああ ありがとうございます。
なあ、足立さん、ちーちゃんはどこだ。はあ、さっきまでその辺にいたけどな。おい、もしかしてあいつどっかにとんずらしまったんじゃ。なんだと。どういうことだよ。だってあいつエイジがラニを狙ってることも全部承知で俺らの仲間でいたんだぞ。その裏切りが俺らにバレたわけだから逃げても不思議じゃねえ。でもちーちゃんは俺らを助けようとしてたろ。バレカナが来るって警告してくれたじゃねえか。俺らの仲間なんだってちーちゃんは。ならこれも覚えとけよ。ちーちゃんがもっと早くエイジのこと言ってくれてりゃラニは奪われなかった。花輪さんとウォンも殺されずに済んだ。気の毒だがよ、カスガ。トミーの言うことにも一理ある。何言ってんだ、足立さんまで早とちりだよ。ちーちゃんがトンズラなんてどうせその辺にいるんだからよ。ちーちゃん、ダメだ、繋がらねえ。千歳とか言ったか。一人で出てったみてえだぞ。今下の門から知らせがあった。ちーちゃんが。おまけにうちの拳銃を持ち出してる。はあ、手癖の悪い。どうやって隠し場所嗅ぎつけやがったんだが。山井、ちーちゃんが出てったってのはいつだ。銃が消えてるのは今さっき分かった。女が出てったのは30分以上は前だろうな。銃を持ち出したってあいつもしかして一人でラニを取り戻そうと。マジかよ。出なきゃ銃は必要ねえ。あいつは多分エイジやパレカナんとこに乗り込むつもりだぞ。いけねえ、ちーちゃんを追いかけよう。そうなるわな。おい、追いかけるってちーちゃんがどこに行くのか分かってんのか。そうだ、心も体もバッ。違うよ。ガンガン行くぜ。
調子がいいぜ。こうねえのか。もらった。調子が出てきたな。おぶい。ほら来いよ。ぶちかまっ。ここまでカブルしてやるよ。よし、上昇上昇。お。あんたたち。どうもおばちゃん。ラニをさらわれたって、アカネさんも怪我させられたとか。もうご存知だったんですね。私ってやつはどれだけ人を見る目がないんだよ。あんたたちにあの子たちを預けた途端これか。そう言わねえでくれよ。それよりおばちゃんさ、千歳って子見なかったかい？俺らと一緒にいた。なんだい、あの子にも愛想つかされたのかい。そういえばさっきそこを歩いてったね。どこに向かって行きました？さあ、そこまでは。それに見かけてからもう随分経つよ。そうですか。千歳は今頃エイジを探そうとしてるはずだ。裏切りの仕返しか、ラニを取り戻すためか。どっちにしたっていずれはあいつのところに現れる。ってことはつまり、俺らもエイジんとこに行けば千歳を見つけられる。いや、それが分かりゃ苦労しねえって。三人よれば文字の知恵ってやつだ。どうだ春日、大道寺のセーフハウスは？エイちゃんはずっとあそこにいて、花輪さんと一緒に俺らの動きを見張ってたんだ。何か手がかりを残してるかも。なるほどな。いいだろう、戻ってみるか。まだ警察がいるかもしんねえが、それでも遠巻きに見るくらいはできる。はあ。しかし俺ら、ちいちゃんがいねえだけでこんなむさ苦しい絵になるんだな。どうなんだこれ。いいんだよ、そんなことは口に出さなくったって。すぐにここを離れて正解だったな。サツに捕まってたら身動き取れなくなるとこだ。花輪たちの遺体はもう運び出されてったか。何にせよこれじゃ部屋に近づくのも難しいな。一番なんて職質されただけでアウトだぜ。パスポートもねえし、もう桐生さんとか大道寺のパーにも頼れねえ。さてそれはどうでしょうね。お前ら、なんだこいつら。お忘れかもしれませんが、我々は花輪の数少ない部下です。指示を受け急ぎ茜さんたちの専用機を手配してたんですがね。まさかこんな事態になるとは。あそこで何があったかは室内の監視カメラ映像で把握しています。三田村英二がパレカナの内通者だったことも。そうかい。花輪さんのことなんだけど。
そのことでしたらあなたのせいじゃありませんよ、春日さん。三田村に気が回らなかったのは我々の落ち度です。ただでさえアウェイのハワイであるにもかかわらず十分な人員が揃っていなかった。だからパレカナにばかり気を取られ他がおろそかになった。つまり今回の任務を過小評価した上の判断ミスです。あんた、それにあなた方がいなければ我々は今も茜さんを見つけられませんでした。花輪のことを気に病む必要はありません。ありがとうよ。けどやっぱり俺に何の責任もねえとは思えねえ。だからこの始末は俺がつけるよ。あなたがそういう人だから我々も今ここにいるんです。どういうことだ。場所を変えましょうか。三田村英二という人物についてこちらで調べを入れました。何かお役に立つことがあるかもしれません。それをお伝えしたく思います。どっかにいい場所が。以前桐生さんが使っていたホテルの部屋へ。場所はご存知ですね。我々は先に行っています。大人数で目立ちたくありませんから。なかなか気遣いのできる連中じゃねえか。花輪の教育が良かったんだろうな。ああ、行こう。お待ちしていました。どうぞ。もともとこの部屋を桐生さんに用意したのもあんたらだったんだな。ええ、そういうことです。前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危険になるのは予想外だったんです。当初は茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか。茜さんは病んとかで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。まあおかけになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。結論から言えば
大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことか。と言いますと？病たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたから。でそいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど、そうですね。状況はよく似ています。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。なんだって？これはここだけの話にしていただきますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。へへ、もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは？原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会のエビナを通じて日本政府に売り込んできたんです。エビナを通じて？核のゴミ処分がままならないのは万国共通、原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとってエビナやパレカナの申し出は渡りに船と言える。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を動かす、新たに建造する、なんなら他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。そこには何か落とし穴のようなものがあるのではないかと。落とし穴って何のことなんだ？それは分かりません。穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか？ええ、大道寺の上が我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。なあちょっといいか、大道寺ってのは悪の組織みてえなもんなんだろ？日本の影の権力者です。かつてほどの勢いはありませんが。それがなんでハワイにまで人を送り込んでパレカノを調べるんだ？そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。何か誤解されているようですが、我々にとっての勝利は日本の国益です。ただし闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか、国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。うん、さすが影の権力者。じゃあ聞くがよ、もし俺らでラニを取り戻すことができたら、あんたらはどう動く？何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意していました。なら引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。茜さんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。ああそうだな、エイちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村エイジ、意外かもしれませんが調べたところ本名でした。もともとは東都新聞の政治部記者だったんです。
エイちゃんが分野？ええ、しかし5年前に会社から解雇されています。理由は運転中に起こした人身事故です。人を引いたってのか？ええ、ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。え？当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく日夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。ですがそれが良くなかった。その日深夜まで取材を続け、疲れ果てた三田村が夜道を運転中、突然歩行者が飛び出してきた。エイジは、それが荒川組の仕業だって言ってるのか？証拠はありません。ドラレコの映像からは確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけのことです。被害者の男性は荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと、運転手の過失は軽度であるという判断から数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして、判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか？そのもし荒川組の仕業だったとして、荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人、組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。奴ならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。な、それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ？新聞社を追われた三田村はある組織の活動に参加します。 NPO 法人ブリーチジャパンです。エイちゃんが？あいつブリーチジャパンにいたのか。荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。な、三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され、組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああ、でもわからねえ。それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんなら、なんでエビナとつるんでるんだ？あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか？今までの話を踏まえた上で、それでもエイジがヤクザと手を組むとしたら、理由はそこくらいしか思い当たらねえな。ヤクザ根絶のための苦肉の策ってところか。いやでもそれは変だろ。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら、今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。もはや目的すら見失ったのか何なのか、エイちゃん本人に確かめるしかねえな。だな。話を戻すぞ。エビナと手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか？記者として活躍するはずだった人生を取り戻したかったのかもな。それで告発系 VTuber なんてのを始めた。けどそのチャンネルも今やエビナの御用聞きだ。三田村はハワイにおけるエビナの名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。
桐生さんの望みも花輪の死も露と消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって。画像一枚だけ、どっかの店の看板、とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言いてんだ。その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ、分かると言ってくれ。ああ、大丈夫だ、分かるぜ。さすが春日さん、そこに何も。そちら行ってみねえと分からねえ。ありがとな。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。虹は待った。ここだ、一番クラブギルティ。ハワイの下品な店の中じゃ最高に金がかかるってところだよ。なんだそりゃ。ちいちゃんからだ。もしもし、俺だ。無事か、ちいちゃん。エイジを探してたの。そうする以外したことを償えるやり方が思いつかなくて。見損なってもらっちゃ困るぜ。そんなことしなくたって俺らは。お願い聞いて。エイジを見つけたの。クラブギルティの一番奥、ビップ席にいる。ご機嫌で飲んでる。周りはパレカナのギャングだらけ。そうか、分かった。ちいちゃんも中にいるんだな。うん、なら俺らもすぐ行く。今度は俺らの番だな。エイちゃんを捕まえて絶対にラニを取り返すんだ。ねえ待って、大丈夫なの？そんな簡単に私を信用して。私はエイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。なんか第五地区の中でもこんなやり取りした気がするな。ちいちゃん、俺の答えはあん時と一緒だ。ちいちゃんを信用するって俺が決めたんだ。その結果がどうなろうが文句は言わねえ。それにきっといい結果が待ってる。まったく人のいい野郎だ。待ってるよちいちゃん、みんなで迎えに行くからな。聞こえたよってトミーに伝えて。ああ、じゃまた後でな。Hey, it's Kasuga. The hell are you doing here? 中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。The balls on this guy. Hey, fellas. Looks like we got ourselves a new punching bag. 待ってろよ、ちいちゃん。行くぞ。
I'm gonna put you in the flame! やるのか、この野郎。ガンガン行くぜ。 Do your work! 腰抜き野郎が。 Come on! Let's go! You can't handle this! ガツンと行くぜ。調子が出てきたな。行くぜ行くぜ。やるのかい。行くぜ。おりゃ。水に飲め。はい。はい、hurry! ぶちかます。Do your work! 受けてみろ。さあ、春日さん、こっちこっち。さて、高見の見物といきますか。すぐそっち行ってやるから、まあ待っとけや。みんな、行くぞ！ You ain't running from me! かかってきれ！ガンガン行くぜ！ビビってんの？受けてみろ！すごいな、春日さん。大したもんだよ。何をどこへやった。あのか、どこにいる。残念、もう死んじゃったよ。何だと。てめえ嘘つくんじゃねえ。ああ、慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから、あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよ。せっかく来てもらったのに無駄足だったね。ただもうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから、ただでは返してあげられない。俺と春日さんの中でもそれはさすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ん？ああ、気が利くね。ラニを殺したなんて大嘘。ちとせ、ちいちゃん。さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに、覗き見、盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。ラニはどこ？さあ、今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる。分かった分かった、まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるって分かったの？カバンに GPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた？こういう子なんだよ、人を騙す
はめるがまあうまくてね、天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は千歳のチャンネルに目をつけた。聞きたいことは済んだ。なら改めてこっちから質問、ラニはどこ？まあ言ったな。おとなしくしとけって。まったく、人様に銃を向けるなんて実家のご両親が見たらそっとするんじゃないか。親御さんを悲しませてはいけないよ、千歳。うっさい。バカ言え。こんな子持てたら親御さんは鼻高々だろうよ。ダニを引き出せたのは大手柄だ。ありがとうな、ちーちゃん。一番。さあ、ラニを取り返すぞ。しゃあ。もうよ。あんなぎゅうぎゅうに縛り合って、かわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけど、お願い。なあ、頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろう、こいつ。さっさと片付けて、ちゃんとした治療をしねえとな。なあ、よっしゃ、行くぞ。ドキュコマスクですね。センター準備完了。よし。腰に入るな。ビビってんのか。お似合いよ。ガンガン行けて。相手してあげる。ガツンと行けて。調子が出てきたな。ごちそうさまです。お、レッツゴー。やまらせてやる。悪くはないな。ウォーカーアプレーディング。行くぜ行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで。私の出番ね。やるか。はっ。よっと。やばいと。次は次。調子だぜ。また成長しちゃった。してくれねえか。まだ A ちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありません？それ、あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。
ちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。いいよ、春日さんがそう言うなら返してあげますよ。ただしこいつもセットでね。ダメダメ動いちゃ。こいつは衝撃で起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おい、やめろエイちゃん。その呼び方やめてもらえます？されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。なんだこれ。さゆりかさん、ラニちゃん、こっち。大したもんだ。でも残念。ちいちゃん、ラニー、ちいちゃん、くそ、エイちゃん。ボンボヤージュ、春日さん。ラニはこの先どうなるんだ。多分ネレ島に連れて行かれて、あとはブライスがどうするか。ネレ島か、どこにあるのかもわからねえ。パレカナの聖地。じゃあもう打つ手なしってことか。謝って済むことじゃないけど、ごめんなさい。全部私のせい。私は自分の身を守るためにエイジの言うことを聞き続けていた。いつか茜さんやラニを犠牲にするって分かっていたのに。聞かせてくれるか、ちいちゃん。エイちゃんやエビナについて知ってること、それにタタラチャンネルのことも。そうだな、あのチャンネルには俺らも痛い目見せられた。あの VTuber の中身って言ったらいいのか、それが千歳だったわけだよな。で、台本はエイジが書いていた。はい。でもそれは3年くらい前からのことで、もともとはそれよりもずっと前、7年くらい前に私が個人的に始めたチャンネルなんです。まさかそん時から告発系やってたってわけじゃないよな。はい、当時やっていたのは本当に他愛のないおしゃべりの配信でした。名前を考えて、見た目も自分で描いて、今みたいに動きもしない、本当にただの下手くそな絵でした。見た目も今と違ってたのか。今のは
エイジがチャンネルの人気を上げるために大金出してイラストレーターに発注したの。元々のデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増えたり胸元が強調されたり、そういう工夫が入ってる。まあそういう工夫に効果がねえとは言わねえ。お前からしたら嫌な思いをしただろうけどな。当時の配信はそれこそ10人も見てくれれば大盛況みたいな、本当にささやかなもので、でもそれが私は本当に楽しかった。だって物心ついた頃から学校も習い事も家に決められた通りに束縛されてた。友達だと思っていた同級生がうちの父からお金を受け取ってたこともあった。家の中でもメイドに監視されて、何かあればすぐ親に告げ口されてた。そんな育ちをする子もいるんだな。そんな毎日の中で誰にもバレないように夜布団に潜って、スマホの明かりを隠してたたらひそかとして配信している時だけ私は私でいられた。変な話でしょ、名前も姿も声まで変えてるっていうのに。たたらチャンネルはそんな感じで私が私のためにやってるだけのものだった。それが変わったのが3年前。何があったんだ？3年前の富士宮海運のタンカーが沈没した事故って知らない？船員20人以上が全員死亡した。あったな、覚えてる。コンテナの化石災があったとかで一時期何回も謝罪会見してた。へえ、そんな事件が。富士宮グループの会長、私の父はね、事件のこと隠蔽するつもりだったの。そうだったのか。父が関係幹部にだけ出した隠蔽指示の文書を偶然見つけたの。自分の利益のために人の命を犠牲にして、その上それをなかったことにするなんて。私はその文書をテレビ局とか新聞社にありったけ送りつけた。でも反応は何もなかった。だから私はやけくそ半分でたたらチャンネルでそれを暴露したの。マジかよ。それでどうなったんだ？10人見てれば大にぎわいって配信だもの。当然何の反応もなかった。いや、反応はあったかな。急に何言い出すんだこいつって感じで、気味悪がって見てくれてた人が誰もいなくなっちゃうっていう。まあ無理からぬ反応ではあるわな。事件は季節外れの台風のせいってことで世間は納得しかけてた。そんな時だったの。私の前に三田村英二が現れたのは。それはメールとかじゃなくて目の前にってことか？そう。英二はもともと新聞記者だったけど、ヤクザにはめられて将来を失ってた。英二は私の動画を見て、タタラが一族の身内だと見当をつけてた。そのうちの学生だろうってことまでね。その年頃に該当するのは私だけ。それで英二が私に何をしてきたかっていうと、告発動画をもっと効果的に煽るナレーションの台本を渡してきたの。台本？動画で何を喋るかってことかい？いかに富士宮が格差社会の上位にいるか、どれだけメディアを言いなりにさせてるかってね。その台本通りに改めて告発した動画は本当にバズった。ネットの情報も一定数の拡散に達するとメディアも無視できなくなる。その流れを見て、隠蔽を指示されてた幹部の中に物証を持って垂れ込む人が出てきた。そうか、それが発展して俺が見た謝罪会見になったわけだな。はい。世間が騒ぎ出すと、父は私がマスコミのいい標的になると踏んで、ほとぼりが冷めるまでハワイで過ごすように言いました。私がハワイにいるのはそういう経緯なんです。思わぬ形で羽を伸ばせる機会が訪れたってわけだな。いつもの格好
親御さん的にはひっくり返っちまうだろう。ああ、あのへそ出し？一応ね、あれは変装の意味もあるんだよ。だから親も了承済み。それはそれは苦い顔をされたけどね。話をタンカー事件に戻すけど、エイジの指示に従った結果、富士宮グループはかなり手痛いダメージを受けることになった。正直その時はエイジを救世主だと思った。この腐った家をぶっ壊してくれるヒーローかもしれないって。ちーちゃんの立場ならそう思うだろうな。そいつが3年前の話だったとして、それから？エイジと私は共同でタタラチャンネルをやっていくことになった。内容もいわゆる告発系にそこで舵を切ったの。エイジが持ち込んだスクープと台本でね。エイジの持ち込むネタはどれも精度が高くて、何より刺激的だった。偉い人、成功した人、人気のある人、そういう人たちの裏の悪事を次々と暴いていった。見る見るうちにチャンネルが注目されるようになっていって、登録者数なんていつの間にかとんでもない数になってた。俺らの知ってるタタラチャンネルに近づいてきたな。正直自分はいいことをしてるって思ってた。マスコミも報じない、ずるく立ち回ってる悪い奴らを私たちが暴いてるんだって。でもだんだんエイジの持ってくる話がおかしくなってきた。ある時、元ヤクザが社会復帰するふりをして悪毒やってるっていう台本を渡されたの。最初はこれも真っ当な告発だと思ってたけど、何度か配信を続けるうちにだんだん普通に社会復帰しようとしてる人たちの過去の経歴までことさら暴き立てるようになっていったの。もう償いの済んでる過去の犯罪とか、そういうことを。本性を表したってとこか。それまでの真っ当なスクープはチャンネルの信用を得るためのお膳立てで、本命はこっちなんだろう。たたら密かでいることがいつの間にかただ台本を演じるだけの時間になって、その上頑張って人生を立て直そうとしてる人たちの邪魔をしてる。私はいつの間にかたたら密かでいることの意味も目的も自分自身で手放してしまってた。もう耐えられなかった。だからエイジにもうチャンネルをやめるって言ったの。でもそうはいかなかった。うん、あいつはその時初めて私の素性をいつでもバラすことができると脅してきた。バックにはエビナっていうヤクザがいるとちらつかせながらね、そう言って次の台本を渡してきた。浜の英雄が元ヤクザを食い物にしてるってね。なるほどな。その後もうみんなが知ってる通り。一つ聞かせてくれ。それでもちーちゃんはエイちゃんに逆らおうとした、それは何だ？だアカネさんはラニちゃんをたった一人で命がけで守ってた。もうだいぶお年で、そんなに無理の効かないお体のはずなのに、それを知って自分が恥ずかしくなったっていうだけ。そうか。別にそれで今までチャンネルでやってきたことが帳消しになるはずもないし、エイジにも面と向かって抵抗できたわけじゃない。アカネさんたちを守るために一番に逮捕されてもらおうとしたりね。俺をハワイで身動き取れなくすりゃ、アカネさんの発見が遅れるって踏んだわけだな。もともとエイジから言われてた命令は、アカネさん家のハウスキーパーを装って一番に接近しろっていう内容だった。一番がアカネさん発見のキーマンだから。けどちーちゃんは酔っ払った俺に襲われたから仕方なく撃退したってことにして、俺の身ぐるみ剥いでまで無所にぶち込もうとした。そう、私はスパイのプロでも何でもないから、エイジにはトラブルが起きたんだからしょうがないでしょで乗り切る気だったけど、一番はキリュウさんがあっという間に助け出しちゃって、
第五地区を出た後でもう一度あなたたちの懐に潜り込むように命令された。今度失敗すれば私の秘密を富士宮に暴露するって警告付きで。なるほどな。結局私は家に知られるのが怖くてみんなに打ち明けられずにいて、花輪さんとウォンを死なせて、茜さんとラニちゃんにも辛い目に遭わせてる。言い訳なんてしようがないのは分かってます。今はもう俺らに隠し事ないんだな。うん、もうないよ。そうは言っても一度裏切ったやつは二度三度とやるもんだぜ。そうだよね、やっぱり虫が良すぎたか。おい、いいのかよ春日。トミーの言うことは一理ある。一度裏切ったやつは次もってやつ。ただまあそのトミーも病を裏切って今ここにいるわけだけどな。そのツッコミを待ってたんだ俺は。じいちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだ時、こいつだけは取らないでいてくれたろう。俺の大事な人の遺灰が入ってて、茜さんに渡したいって話、飯食いながらしたよな。だからこいつだけはそのままにしといてくれたんだろ。別に取るまでもないって思っただけかもよ。かもな。でも俺はすげえ感謝してんだ。こいつは本当に俺の大切なものだからよ。だから今言わせてくれや。ありがとうな、じいちゃん。お前らしいや。私が謝ってる側なのに何言ってんの本当。ありがとう一番。よっしゃ、これでこの件はチャラだ。ラニがハワイ中のワルに狙われてて、それを茜さんが命がけで守ってきた。なのにそいつを放り出してやらなきゃいけねえことなんて他にはねえ。みんな俺に手貸してくれ。二人を安心させてやろうぜ。当たり前だろ。おい、今さら俺にそんなこと言わせんな。うん、もちろん。じゃあお帰りだな、じいちゃん。なら春日パーティー再結成の乾杯といくか。だな、じゃあ乾杯。そう、なあ、
ready for this. さあ、行きますか。私の出番ね。ビビってんのか。覚悟。ちょっと休憩。ガンガン行くぜ。調子がいいぜ。もらった。はっ。行くよ。攻める気だ。黙らせてやる。よし。せい。せい。ぶちかま。ここたまに流れ星が見えるんだって。へえ、そんじゃなんか願い事。そうだね。ん？なんで、はい、だって流れ星に願い事。ああ、生麦生米生生、うん、なるほどな。あ、早口言葉が得意になるように。それ本末転倒。よっしゃ、コンプリートだ。ねえ一番、今度夜にあの子ん、別に、あそこ流れ星がよく見えるんだって。そんじゃ行ってみるか。全部着てみたいな。目移りしちゃうね。
全部着てみたいな。男前をあげてやるぜ。どれにすっかな。今の気分は。
Aloha. Thank you for stopping. Aloha. Thank you for stopping by. Pissing me off. また強くなっちまった。また成長しちゃった。
管理してやるよ。吸収が早いのよね。アロハ。ハロー。よし、こんなもんでいいだろう。なかなか立派じゃないか。これなら社長も喜ぶだろう。なんだこのショベルカー、工事でもすんのか。いえいえ、これは展示品ですよ。ハワイ開拓の時に使った珍しい型のショベルカーが見つかったとかで、この辺りの整備にも一役買ったという我が社伝説の名車らしいです。綺麗な状態で見つかったし、せっかくだからいろんな人に見せたいっていう社長の意向でね。それで急遽ここに2台置くことになったんですよね。しかし社長、いきなり言い出すんだもんな。展示許可取るのも運ぶのも本当大変だったよ。よりにもよってこのクソ忙しい時期に。まあ社長のわがままはいつものことじゃないですか。僕は慣れてきましたよ。同期は間仕切れしてましたけど。なんかいろいろ大変そうだな。でもこのショベルカーがビーチの立役者なんだな。ボロいショベルカーかと思ったけど、そう思ってみると風格があるように感じるぜ。まあそのボロさも味ってことで。もう動かないのかこれ。バッテリー部分が欠損してるので残念ですが動かないですね。燃料とかはどうもそのままっぽいので、バッテリーが見つかったら動く可能性もありますが、古い型のものですし、まあ現実的には無理でしょうね。一応ここに入るはずなんですけど。なるほど、どっちもカバーごとないのかな。そうなんですよ。完璧な状態のものはもうどこにもないみたいで。でも展示する分には問題ないし、別にいいかなって。ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか、ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。社長もそんなのどうでもいいからさっさと展示しろって言ってましたし。おい、そろそろ行くぞ。早いとこ社長視察の段取りを組まないと。あ、はい。では僕たちは仕事があるのでこれで。電気厳禁のショベルカーってことか。まあこんなビーチでいきなり電気なんて流れないだろうし大丈夫だろう。何でもできそうな気分だ。そうね、いろんな国のお魚さんが見られるって素敵ね。パパも呼んでみんなで行きましょうか。やったー。ミラクルアクアリウム、こちらよろしくお願いします。ん、今度この近くで移動式の水族館を期間限定でオープンするんです。お兄さんもよければぜひ来てみてください。なあ、さっきの親子が話してたのはこれか。って、あんた
サーカスの安田団長じゃねえか。え？おう、春日さんじゃないですか。奇遇ですね、春日さん。こんなところでまたお会いできるなんて。旅行か何かですか？ああ、まあそんなところだ。団長こそそんなとこで水族館なんて始めてどうしたんだよ。動物のサーカスはやめちまったのか。いいえ、以前日本で春日さんに助けてもらったでしょう。あれを機にいろいろ反省してサーカス事業の見直しをしましてね、運営や管理を徹底したらうまくいったんですよ。スタッフも増やしまして全国巡業中です。今は彼らに任せているんですよ。これも春日さんのおかげです。ありがとうございました。そいつは何よりだ。しっかり続いてるみたいで安心したぜ。ええ、実はそのサーカス巡業中にハワイでショービジネスをやっているというアメリカ人と居酒屋で会いましてね。ハワイで水族館の運営をやる予定だったけど、あなたになら譲ってあげてもいいなんて言われちゃって。私の動物に対する熱い思いはワールドクラスだってことなんですかね。それで酔った勢いもあって、私は有金全部はたきましてね、施設の運営権を譲渡してもらったんですよ。まあ期間は限られていますが、これが跳ねて軌道に乗ったら水族館ごと移動しながらアメリカ横断なんてことも夢ではないかもなんてね。まあある程度慎重になった方がいいとは思うけどな。特にあんたの場合は。分かってますって。でもね、春日さん、行けると思ったらアクセルを踏む勇気も大切だと思うんです。だから応援しててください。そうだ、私は水族館準備のためにこれからお魚さんたちを迎えに行かないといけないんでした。それではまた、春日さん、オープンしたら絶対に来てくださいね。おう。相変わらず世話しない人だな。まあ魚ならサーカスの頃みたいに大変なことにはならねえか。水族館ってこの辺でやるのかな。また時間ができたら来てみるとするか。私の出番ね。ビビってんのか。覚悟。
feel the music in さあ、行きますか。ぶちかま。ビビってんのか。ガツンと行くぜ。はいはい。よし。調子がいいぜ。どうしたの？いや、目に砂が入っ、こすっちゃダメだよ。いいえ、ダメだって。なんだ？カス、もうカスがな、アホ、マヌケ、チキン野郎。小学生か。誰がチキンだこの野郎。怒り方が怪我。あ、取れた。ありがとよ、アダチ。おう、気にすんな。なんというか、出てやるぜ。いいんじゃねえか、今の気分は。私の出番ね。俺来い。腰抜き野郎が。よい。
ほら来いよ。相手謝っても許しません。戦闘準備完了。よし。いつでもいいぞ。ほら来いよ。うん。かかってこいよ。ハンヤ。どうよ。覚悟。準備。どうですか？俺たちの戦いの調子だぜ。
コツつかめたんじゃねえか。また成長しちゃった。それでは。ここに電気が流れるようなことがあれば動く。そうか。ここに万が一電気が流れれば動く。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので。仮にエンジン消え。まずいんだ、ショベルカーが。あ、ショベル？なんでこんなところにナマコが。やべえ、よりにもよって電気ナマズがショベルカーのバッテリー入れるところに。ラムちゃん、電撃はやめてくれ。くそ、間に合わなかったか。ところに。お願いです、あの暴走シャベルカーをなんとか止めて、中にいるラムちゃんとルンちゃんを助けてください。ちくしょう、結局こうなんのかよ。仕方ねえ、やるしかねえか。
よし。ビビってんのか。私の出番ね。覚悟。ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。もらった。やっ。よし、上昇上昇。これが俺の真骨頂よ。吸収が早いのよね。また成長しちゃった。いっぱいやりたい気分だぜ。俺もまだ若いね。たちは大丈夫です。軽くハイになっていますが無事です。そっかまあ無事ならよかった。おい、こっちだこっち。そうなのよ、マジヤバいんだって。これが宣伝していたアクアリウムのエレクトリックショー。ショベルカーの展示が始まったって聞いてたけど、これのためだったのか。僕、もう一回見たい。皆様、お越しいただきありがとうございます。エキシビジョンセレモニーはお楽しみいただけましたでしょうか。後日、さらなるクオリティアップをしたミラクルアクアリウムがオープン予定ですので、ぜひお立ち寄りください。行く行く。いい土産話ができそうだ。あの迫力のが見られるんなら何回でも見に行くよ。ささ、こちらです。社長、我が社のショベルカーを目立つように展示しています。なかなかの存在感だと思います。うん。あれ、なんだかたくさん人がいますね。きっとみんな見に来てくれてるんですよ。いや、頑張って展示した甲斐がありました。これで我が社の好感度と私の評価がさらに上がるな。何せ伝説の初期モデルですからね。やはりみんな気になって。ん？なんじゃこりゃ！うちの伝説のシャベルカーが燃えとるじゃないか！今日は本当に助かりました。春日さんは命の恩人です。これはお礼の気持ちです。受け取ってください。ハワイでも春日さんに助けてもらっちゃいましたね。こんなことになるなんて全くだぜ。あんた、いやはや面目ない。新天地ということで私自身ちょっと浮かれてしまっていたのかもしれません。ショーがうまくいったらこういったイベントとは距離があるようなあれもこれもと考えていたら気が流行っていました。まあそうだね。だが横浜でサーカスやってた時にも言ってたが、あんたのいろいろなありがとうございます。画期感のある展示ではなく私たその思いはずっと変わりません。いいんじゃねえか。
あんたと関わったショーはいつも刺激的だしな。はい、ふんどし締め直して頑張っていきましょう。あ、私たちと一緒にエキサイティングなショーを作ってみ、ちょっと待て、何を言って、さっきの電撃ショベルカーとの死闘は調子、やはり春日さんは素晴らしいものを持っています。うちのお魚さんたちとタッグを組んだらもう最強、世界を狙うことだって有名じゃない。どうで、さあさあ、ぜひ私たちと共にワールドワイドのてっぺんを取りに行こうじゃありませんか。いや、マジでもうショーは勘弁してくれ。え、待ってくださいよ春日さん。まあ見てな。着替えっと。私の出番ね。
また強くなっちまった。何でもできそう。上昇上昇
これが俺の真骨頂よ。吸収が早いのよね。よし、戦闘準備完了。ぶちかます。ビビってんのか。Let's go. Try me, bitch.受けてみな。いでよ。私の出番ね。戻れ。覚悟。はっ。さあ。お似合いよ。ノノ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 ノ。止まんねえ。行くぜ行くぜ。You like these sick beats? Come on! それ、ビビってんのか? Some healing tones! よし! 腰抜けやろうが。はっ! 上力ね。ガンガン行くぜ! Let's go!ガツンと行くぜ。ゴー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 ゴSome healing zone. これやばくない。私の出番ね。はっ。しょ。ぶちかます。行くぜ行くぜ。I'ma put the hurt on you. 行くぜ。It's a nightmare's result! I'm gonna get you out of here. Ah! It's okay. Let's go! Objective! This is the decision! You're going to die. Sensio! It's not gonna die. I'm not gonna die. I'm gonna be good.もらった。せっ。よしよ。安定しました。いい調子だぜ。また強くなっちまった。よし。負ける気しないよ。ありがとう。ぶちかま。
ビビってんのか。受けてみな。調子がいいぜ。相手してあげる。いくぜ。はい、やがれ。攻める気だ。いつでもどうよ。ズリア。私の出番ね。かかってきな。やんのね。はあ。上力ね。チッな、クソ。ガツンと行くぜ。いでよ。どけろ。Do something already。なんとかやっか。もらった。調子が出てきたな。いつでもいいぜ。黙らせてやる。You're going down. Do something already. Yeah. Yes. I ain't playing. What? See ya. I mean, you still in there?受けてみな。よし、戻れ。しびれる。こうねえのか。攻め時だ。いつでもどうぞ。勝利。掴めたんじゃねえか。よし。お。さあ、先に進もうぜ。ご苦労さ。
ぜ。一緒にやる。調子が出てきたな。どうよ。あ、よし、ランナーのストマンズリア。You won't like this. Yeah.行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで。あれしろ。いってえな。思い通りにはいかねえな。さてと。やるぜ、カズラ。おうよ。暴れるか。やりますか。カモン、ゲット。気が乗らない。You won't like this. Really pissing me off. Moratta.決めに行くよ。オッケー。踊ってくださる？喜んで。止まんねえ。俺もやるぜ。やりにくいぜ。いい調子だぜ。よかった。これが俺の真骨頂よ。また成長しちゃった。いいね、うまいね。いけるじゃん。いけるな。悪くね。おいしい。あ、いけるいける。うん、いいな。うん、いいね。
上洛。調子がいいぜ。やりにくいぜ。よし、黙らせてやる。すっきりした。私の出番ね。ほら来いよ。腰抜き野郎が。はあ、ぶちかましたぜ。来ない。受けてみな。いでよ。よし、お、いい気分。Hey, you! Run on home to mama! やりますか。ガンガン行くぜ。ビビってんのか。Do your work! What?ガツンと行くぜ。召喚。よくやった。私の出番ね。セリーだ。調子がいいぜ。行くぜ。どぎついの行くぜ。こいつで攻める気だ。出ろ。タグかかってきな。よし、そこそこそこ。ほらぶちかます。行くぜ行くぜ。調子が出てきたな。よし、上昇上昇。また強くなっちまった。これが俺の真骨頂よ。Hey, you there! Don't get smart with me! さっさと始めようぜ。うわぁ、うん、よし。覚悟。行くぜ。
くぜ行くぜ。もらった。調子が出てきたな。黙らせてやここまで完璧だね。また強くなっちまった。吸収が早いのよね。何でもできそうな気分だ。何見てんだよ。なめるな。かかってきやれ。よし。これこい。よし。腰にしやろうが。はあ。行くぜ。ふざけないでください。行くぜ。攻める気だ。弱っ。終わった。私の出番ね。かかってこいよ。さあさあ、おいでなさい。よし。やいの、ふざけないでください。ビビってんのか。おいでなさい。覚悟。気を急ぐぞ。なんかいいもんがありそうだぜ。いい感じだな。良さげなもの発見。
しゃ。よっしゃ、行くぜ。じゃねえか。吸収が早いのよね。また成長しちゃった。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。何でもできそうな気分だ。なんかいいもんがありそうだぜ。開けてみるか。さあ、行きますか。カモン、ゲッツ。ぶちかます。ほら、来いよ。ガツンと行くぜ。いでよ。よくやった。私の出番ね。やっちまうか。行くぜ、行くぜ。もらった。どぎついの行くぜ。こいつで当てろ。攻める気だ。Do your worst。相手してあげる。黙らせてやる。出会い。押し抜き野郎が。よし。一緒にやる。調子がいいぜ。調子が出てきた。いい調子だぜ。これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。センター準備完了。よし、覚悟。
子がいいぜ。もらった。攻める気だ。かかってこいよ。ずりゃ。私の出番ね。よし。ビビってんのか。カット。
ぞ。きっちりな。はっ、おお、なぜ、おら、なぜ、行くぜ行くぜ。よか、せい、なぁ、迷った。こっちだ、よしだろ、勝利。よし、上昇上昇、コツつかめたんじゃねえか。よし、よし、あそこになんかあるぞ。よっしゃ、どんどん進もうぜ。へへ、いい調子だぜ。なんで、なんかいいもんが来てそうだぜ。これ読んだって。ロケスマホ。戦闘準備完了。私の出番ね。いつでもいい。いてかんストーペン。さ、先に進みましょう。開けてみるか。開いたぜ。発見。お、いいもん見っけ。助けを求め。Damn you。よっしゃ、行くぜ。ガンガン行くぜ。何？何なのか？ガツンと行くぜ。行くぜ行くぜ。もらった。
調子が出てきたな。ズリャー！ドロワッカー！ぶちかます！ビビってんのか？受けてみな！ドロワッカー！当たるよ！私の出番ね。はぁ、おしんじゃろうが調子がいいぜ。いくぜ。攻める気だ。黙らせてやる。ドゲッツァ、いつでもほら来いよ。ガンガン行くぜ。俺もやれるぜ。よし、やるのね。ドボン、覚悟、とっておきだよ。ちょっと休憩。ありがとうよ。行くぜ行くぜ。もらった。これなんだか。調子が出てきたな。いつでも。ズリャー！捕まっ！何？ちょっと待って。調子がいいぜ。俺もまだまだ現役よ。コツつかめたんじゃねえか。また強くなっちまった。
調子いいね。お、いいもん見っけ。足が軽いぜ。うっしゃ。この辺は安全そうだい。私の出番ね。やめてよ、こっちの野郎が。はあ！やっ！ハッと！ぶちかます！ビビってんのか？来ない。受けてみな！調子がいいぜ。いつでもどうよ。もらった。あ、どんどろどどんどどんだらなんだら。うあ、攻める気だ。黙らせてやる。悪く思うなよ。ちょっまんねえ。よし。俺たちの絆見せてやるよ。行くぜ。行くぜ行くぜ。もらった。どぎついの行くぜ。こいつで。思い通りにはいかねえな。ビビってんのか？どういうのか？ずりゃ！相手してあげる。腰抜けやろうが。That's a chokehold of blood.全力で行くよ。覚悟。とっておきだよ。
ちょっと休憩。ありがとうよ。ぶちかます。 This is gonna hurt。 ほら来いよ。ガツンと行くぜ。いでよ。よし、行くぜ。ああ、調子がいいぜ。何？来ない。止まんねえ。やりにくいぜ。ビビッと動くんじゃねえぞ。上昇。これが俺の真骨頂よ。また強くなっちまった。吸収が早いのよね。へへ、いっぱいやりたい気分だぜ。よし。男前をあげてやるぜ。決まった。どれにすっかな。
全部着てみたいな。どれを試そうかな。いい感じだよ。全部着てみたいな。